皆様こんにちは。盆栽の越冬について、マンションでの越冬について第2回目です。この間1回目に言い忘れたことをちょっと述べたいと思います。盆栽、今まだ11月の中ぐらいですが、まだ雪は降ってません。雪は降ってませんが、氷点下にもなってません。ですので蓋は開けっぱなしです。蓋は開けっぱなしですが、土が乾いてきたら水をあげます。そして氷点下になったら雪が降ってなくても蓋はします。そしてたまに1週間に1回とか5日に1回とか、それぐらいのペースで蓋を開けて様子を見て、そして、空気の入れ替えをします。どうしても発泡スチロールの中っていうのは、湿気が強くて、こういった葉っぱの入ってるずっと落ちないで葉っぱのあるもの、こういうのはカビが生える可能性があります。ですので、湿気がありすぎると困るので蓋は取って空気の入れ替えです。空気の入れ替えであんまり寒くなりますと今度鉢自体が縛れちゃいますので、それを避けるためにちょっと空気の入れ替えしたらまた蓋をする。そして雪が降ったら、雪を必ず入れる。したらもう縛れる心配も水やりの心配も何もしなくていいです。あと雪を入れてしまったら2週間に1回とかそれぐらいのペースで蓋を開けて確認するとかしてください。あとは全然影響ないです。ただ必ず蓋をしたら重りを乗せて飛ばないようにします。冬の間は天候が変わりやすく、吹雪になったり風の強い時が大変多いです。ですので必ず重りを乗せて飛ばないようにします。そしてたまに様子を見て中がどんな状態か、葉っぱでなくても幹とかそういうとこもかびる可能性もあります。ですので、たまに空気の入れ替え、雪が降ったら雪をバケツかなんかで下から持ってきてバルコニーに積もってる雪は、そのまま入れてもいいですが、ただしふわっとした雪です。ギュッと握ってボールが塊になるような雪は絶対に入れないでください。葉っぱや枝などを傷つける可能性があります。ですので降りたての雪、そういう雪を選んで入れるようにしてください。入れても必ず蓋をしてください。入れたから安心して蓋を閉めないとか絶対にダメです。バルコニーは南向きに太陽の当たるところに必ずあります。太陽が当たると雪が溶けたり積もったり溶けたり積もったりを繰り返します、そういう繰り返しが盆栽にはよくありません。ですのでそういうのを防ぐために蓋を必ずします。雪を入れてから蓋をします。そして蓋が飛ばないように重りをします。以上です。